こんにちは、ビースト村山です。今回のテーマは山本修理さんに教わっている背中のトレーニングとはです。どうぞよろしくお願いします。はい、今回のテーマなんですけども、まあ今ですね、山本修理先生にですね、まあちょっとトレーニングを教わっているんですけども、それを応用したトレーニングをですね、今回は撮影していきたいと思ってビデオを撮っています。今日はね、背中のトレーニングやっていきたいと思います。まあ、私の場合はですね、ずっと広背筋の下部がですね、弱いと指摘されていたので、まあ、そこをずっとトレーニングしていたんですけども、まあ、山本さん曰くですね、まあ、下よりも上の方を鍛えた方がいいというアドバイスをいただきましたので、今はですね、広背筋の上部を中心としたトレーニングをやっています。やはり見る人によってね、ポイントって変わってくるとは思うんですけども、今はね、山本さんをメインでトレーニングを教わっていますので、それに従ってですね、ちょっと頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では早速始めていきたいと思います。いや、はい、ではですね、今からチンニングを行っていきたいと思います。まずは、オーバーグリップ、そしてその後にアンダーグリップで行っていきます。オーバーグリップでは広背筋上部、そしてアンダーグリップでは広背筋下部ですね、ターゲットしていきます。本当はですね、あのオーバーグリップの方も、ゆっくり下ろすはずだったんですけども、ちょっと飛んじゃいましたね。これ真似する方はですね、あの下ろすとき5秒かけてゆっくり下ろしてください。もう1セットやっていくんですけども、インターバルですね、5分ほど取っていきます。はい、ではインターバル終わりましたので2セット目やっていきたいと思います。今度はオーバーハンドでもしっかりと5秒かけてゆっくりとね、下ろしていきたいと思います。まあラストセットやっていきましょう。ちょっとですね、次アンダーグリップやっていきます。アンダーグリップのポイントは溝落ちをね、こうグッと当てるように反っていくっていうことですね。
今でチーニング終了です。まあ2節だけなんですけども結構効いてます。次はですねバーハンドプロやる予定です。ちょっとねこれうちの機材どこまでできるか分かんないんですけどもチャレンジしていきたいと思います。では次行きましょう。ちょっとね邪魔なんで帽子取っちゃいました。次はですねワンハンドの、プロやっていきます。そんなね重い重量じゃできません。私これ弱いんですよ。よいしょ。ふう。いやこれね見てみるに結構きついんですよ。私が注意されたのは、まあ、あの引くときですね初速で加速しているようにと注意を受けていたので、まあ、その点をね気をつけてやっていきました。やっぱり今回この種目2回目だったのでちょっと力入りましたね。これをですねあともう一セットやっていきます。じゃあ2セット目いきます。
ですね、まだ回数右の方は余裕だったんですけども、弱い方に合わせて左に合わせてやっていきました。次の種目やっていきます。次の種目なんですけども、僧帽筋中部にですね効かせる、ベントバローイングをやっていきたいと思います。これねすごく効くんですよ。じゃあ早速やっていきたいと思います。今の30キロです。次50キロいきます。はい、子供さんですけども、前回はね5回しか上がんなくてですね、今日はできれば8回以上ですねいきたいと思います。頑張ります。今回ですね、前回初めてやって2回目やったせいか意外といけたんですよね。まあ8以上いけるとちょっと軽いかなっていう感じなんで、プラス5ですね増やしていきたいと思います。55キロいきます。よいしょ。この重さがですね、今の姿勢はちょうどいいと思います。もう一度だけやっていきます。よいしょ。じゃあラスト重さ変えずにいきます。はい、お疲れ様です。以上でね、トレーニング終了になりますっていうかですね、ちょっと時間なくなっちゃって、もうこれ以上ねちょっとトレーニングできなくなっちゃったんで、本当はあと1種目やりたかったんですけど、これで終了したいと思います。今日はね、いつも家帰ると子供寝てるんですけども、今日は少しだけ早く帰れそうなんで、お風呂に入れるっていう約束をねしてたんで、ちょっともう帰んないとみたいな。いやあと1種目だ、まあしょうがない、もうねやっぱ大事ですからね。まあこういった感じで今トレーニング方法をですね結構ガラッと変えてはやっているんですけども、もちろんねその週によって、例えばチーニングはね少し重量を持ったりとか、今のベントバローもちょっと回数やったりとか
ところどころ変えているところはあるんですけども、まあベースはね今こんな感じでやっていこうと思っています。トレーニングをねガラッと変えたんで、もう昨年とは全く違う体ができることを期待して今ちょっと頑張っていますので、よかったらこのトレーニングもご自身のトレーニングの参考の一部として捉えてもらえれば嬉しいかなと思います。今日のビデオはこれで終了にしたいと思います。私のこのビデオではトレーニング栄養サプリメント情報などを公開しております。もしこの動画楽しかった、参考になった、もっと見てみたいと思う方はですね、ぜひチャンネル登録とそしてグッドボタンお願いします。私が担当している芸能人の武田真さん、次長課長河本さん、大野拓郎さんのトレーニングの様子はインスタグラムにて、たまに TikTok でも公開しておりますので、よかったら見てください。私が主催をしているお肉を食べる会筋トレセミナー、ダイエットセミナーは、Facebook ページでエボン24と、お店の名前を検索してもらうと、こちらご参加できますので、よかったら参加してください。今回もありがとうございました。